よいしょ。ラブリー山田です。よっしゃ、行くぞー。 I love me. イェイイェイ。イェイイェイ。I love me って何なんすかね。私は私を愛してまーす。いやー、最高っすね。幸せって何なのかなみたいな。そういうの考えることすごいあって。あ、本当にいつも幸せだなって思うんですけど、もう生きてること自体が幸せで、本当に、いいなって思います。人ってさ、こう生まれてきてさ、こう死んでいくんだけどさ、おかぐれになっていくんだけどさ、なんて言えばいいのかな、自分のことをやっぱ好きになるっていうのはやっぱ一つの人生の中での一つのゴールっていうかスタート地点なんだと思うんだよね。それで頂上を目指した生き方の方は僕はすごくいいと思ってて、たどり着けないんだけどね、頂上には。ゴールはないんだけどさ、僕たちの人生には。なんでかっていうとさ、コンフォートゾーンっていうのがあるんだってさ、あるんだよ。日々この枠の中にさ、こう自分の思い描いたさ、この安全地帯、安全地帯の中で日々生きてんだけどさ、そこを飛び出そうとするとさ、やめときなって言うんだってさ、脳が。だって今日生きているじゃん。その自分のこの安全地帯から飛び出したら危ないって。こう、でもこう飛び出す時が来るんだよね。自分でこう、やるぞって思った時に。だって明日も俺ら生きてるし、学ばなくてもさ、生きてんだけどさ、悲しいぜ。昨日、例えば毎日毎日生きててさ、何も学ばないでさ、一分でもいいけどさ、何か学んでさ、本読んだりでもいいよ。生き方でもいいよ。例えば、あ、なんだろうな、例えばなんだろう。仕事のこと振り返ってみるでもいいしさ、何でもいいと思うけどさ、内観、自分のこと今日一日起きたことを考えてみるでもいい。何かしらさ、学べば明日成長してんじゃん。でも日本は生きてけちゃうみたい、何も学ばなくても。だから大人、ほんと、まあ子育てもそうじゃん。子育てについて誰かから学んだことある人いないよね。もうお父さん、お母さんから真似るだよね。真似する。うん。だけどこういろんな子育てのことを学んでみたら結構声かけが大事であったりとかさ。そういうの全然学ばない。学んでない。だからそういう、だからそういうのちょっとでも一日毎日毎日足していくといいよ。本当に。うん、僕はモチベーションすごい大事にしてるから、モチベーションなんかいらねえって言ってる人もいるけど、俺はすごい大事にしてるからさ、こうやる気っていうのはさ、
その中でさ、やっぱ自分のことなんかさ、あんまり好きじゃないっていうか嫌いだとさ、くっついてるからさ、心と体がさ、ほんと、やるぞって思っても、ああ、どうせ自分なんかダメだとかさ、情けない人間だとかさ、悲しいからさ、でもそういうふうに思いながらもさ、毎日毎日生きてってさ、生きてけちゃうから、生きてけちゃうから、笑わなくても一生懸命やんなくても、学んでさ、やっぱ面白いんだよな、学んでいくとな、なんか学んでると、僕、鴨さん好きで、鴨頭義人、YouTube 講演家。鴨さんの YouTube 聞いたりとか、金婚西野の話聞いて、やっぱ、こうやる気が高まってくるし、やっぱね、そういうね、仲間とね、出会うようになってくる。ちょっと一歩踏み出してみようかなって。ラブリーはね、本当にこう、家から出ないスタイルだったので、仕事の休みの日は、家でゲームをずっとやるっていうスタイルだったので、やっぱこう学びの場に参加するようになると、あ、ちょっとね、僕はあの西大に三田線の西大っていうとこ住んでるんですけど、ちょっと池袋行ってみようかなみたいな、ちょっと新宿行ってみようかなみたいな、ちょっと沖縄行ってみようかなみたいな、ちょっと北海道行ってみようかなっていう気にはなってくるよね。実際に行ってる、そこら辺は、沖縄とか北海道行ってないよ。池袋とか新宿、あたりには行くようになった。前は本当に板橋区から出たくない。最寄り駅から出たくないみたいな。こう、行動力が増してくるよね。こう、なんか、いいよね。いいと思います。なんか取り留めのない話になってきてますけど、餃子でも食べようかな。久しぶりにこう YouTube 撮ってるんだけど、こう高み、ちょっとさっきも話したけど、自分のこう何かこう、頂上を目指していく、山登りのさ、頂上、目指していく人生がいいと思う。そこに幸せはあると思うよ。原動力になるのはやっぱ自分が、ね、こと大好きだよって思ったりとかさ。まあそれが出発してね、まあ自分のこと愛してさ。もうそれがほとんどもう頂上と言ってもいいような気がする。頂に登り始めてる。一つの頂上ではあるよね。自分のこと大好きになるって。俺すごい嫌いだったからさ、自分のこと。だけどお隠れになることもできないし、仕事もしなきゃいけないし。いや、生きてて楽しいよ。Life is beautiful. Life is beautiful. 今日職場の人に誘いに言われて、山田さんいつも、あ、山田和弘って言うんですけど、ラブリーなんですけど、やっぱ楽しそうですねって言われて、やっぱ、いいもん。とにかく、てっぺん、頂上を目指して、頑張ろう。頑張ろうじゃないな。ただ、進む。頑張るって言葉が好きじゃないからな、ついつい言っちゃうんだけど、好きでやってっからさ。好きで頂上目指してっからさ。好きで山登ってっからさ。好きで仕事行ってるからさ。好きで学んでるからさ。取り留めもない話になってるね。でもたまにはこう発信させていただいて。
今日さバスに乗ってさ 95% ほぼ 100% ぐらい乗ってんだけどさ、乗ることができたの自分ね、ラブリーね、乗ることができたんだけど、詰めてくださいとか言っても高校生が多かったんだよね、通学かのバスに乗ってて、詰めてくださいって運転手さん言っても全然詰めないのね。奥の方結構ガラガラになってるの、前の方だけギチギチでさ、なんか 音楽でも聞いてんのかな定かじゃないけど、全然詰めなくてさ、まあ運転手さん詰めてください詰めてくださいって言って、うん、で俺はなやっぱ詰めなきゃいけないと思うから詰めたりするんだけど、でさ椅子が空いてんの、あの優先席が、もう座っちゃいな、もう満席なんだから、満席っていうか立ってるのがぎゅうぎゅうなんだから座っちゃいなって思う、本当に高校生に、もしくは俺が座る、俺座りたい派だからさ、もう座っちゃいなっつーのって思ってさ、そういう起点が効くとか効かないとかさ、座っちゃいけないって思ってるからもう座んないんだろうね。もう満、もうスタンディング立ってる人がさ、もうほんと満、もう満員なんだろう、もう座っていいよ座って、立つ面積減らせと思ったよ。多分これってなんか俺に教えてくれてんだと思うんだけど、やっぱさっきのこうコンフォートゾーンっていうか自分の考えの枠にやっぱとらわれちゃって生きてるよね。きっと何かこれは僕に教えてくれてることなんだと思う。ただイライラしたっていうか、なんか学生さん真面目なんだろうね。もう優先席には座っちゃいけないって刷り込まれてるからね、きっとね。多分俺もその高校時代だったら座んなかったかな。わかんねえけどさ。はい。I love me! イェイイェイ！にゃはー！終わり！また、いろいろ考えて、頂上。なんなんすかね。面白いけどな、人生な。終わります。イェイイェイ。